皆さんこんにちは。JB 六四新型ジムニー納車難民の新米漁師よりよりです。今日は新型ジムニーの気になる値引き額についてお話ししたいと思います。以前の動画で少し触れましたが、僕がジムニーにした理由っていうのが主に狩猟で使いたいと思ったからです。もともとハイゼットデッキ版 がが第一候補に上がったんですけど、えー、僕がお世話になっているディーラーでは取り扱,取り扱ってなかったりまたあの家族の意向もあって、えー、新型ジムニーにしたわけなんですけれど、まあ、あの最終的に新型ジムニーに決めるにあたって、あのー、そのディーラーの担当の方と吸、まあ、った問題いろいろあったんですよね。 でもどうしてもそこのディーラーで買うっていうのがあったので、まあ、あの第2希望のジムニーにしたわけなんですけれどそういった流れもあったりあとは狩料をするにあたって大事なのがその汚れたものとかあとはその。 獲物っていうのはなかなかやっぱり車,車の中にやっぱり乗せたくないので、えー、外に行ってなった時に筆致、えーカ,えー、カゴを後ろにカゴを後ろに、えー、乗せるのにあのヒッチメンバーとかいろいろつけないといけないんですけど、まあ、あそれを取り付けたり。 あとはそれを取り付けるとあの、ナンバーが見えなくなったり、あとは、えー、ブレーキランプとか、そういった類が見えなくなるので、やっぱりそ,のそういうのもよろしくないんで、えー、ナンバーを移動したり、あとは追加で、えー、ブレーキランプとかを取り付けたり。 あとは、えー、ナンバーを移動すると、やっぱりそのバンパー的に格好悪いんで、えー、車外のバンパーに変えたり、えー、後ろだけ変えると、やっぱバランス的にもよろしくないんで、えー、フロントバンパーを変えたり、まあ、そういうのが、まあ、重なって、えー、車両本体価格に、えー、オプションっていう形で、まあ、積み上がっていったっていうのもあって、えーまあ、一般的には、 そうですね、えー、納車が比較的早い人なんかは56万っていうのがまあ一つの目安になる値引き額だと思うんですけど、えー、まあ僕みたいにオプションをまあそれなりにつける人だったりあとは、えー、納車まで非常に長い期間待ったりとかそういう人っていうのはまあ大体10万前後からっていうところじゃないでしょうか。 で、えー、僕のおジムニーの値引き額っていうのが、えー、15万円になりました。ディーラーとはあのーまあ、特に、まあ、親戚でもなく友達でもなく、まああのー、僕の友達の友達までもいかない、まあ、知り合いが働いているところで、えー、以前にそこで、まあ、嫁さんの車を買った程度の、えー、お付き合いのあるディーラーなんですけれど。 まあ結構値引きは頑張ってくれたんじゃないかなと思います。で、えー、っと、消費税の増税の金ねもあって、もともと消費税が8%の時にまあ契約したんですけれど、えー、10%でえ今回払わないといけないっていうこともあるので、まあ、その15万円 っていうののがその当時の,あの値引き額なんでまあ何て言うんですかね「よろしくお願いしますね」的なまあ分かるでしょうみたいなっていう風なところでえもうちょっと最終的なお話をさせてもらってえ頑張ってもらえたらなと思っています。 ちなみに先ほど社外のバンパーに変えるとかっていうお話しましたけれどどこのメーカーのバンパーかというと今のところ予定しているのはハイブリッジファーストさんのフロントバンパーリアバンパーあとはスキットプレートだったかなそういうのとかを予定していますそれを選んだ理由っていうのが 僕のやっぱり好みの形っていうのが比較的その純正に近いような形が好きだったので純正に一番近いような車外バンパーを発売しているハイブリッジファーストさんにのエアロを予定していますそれ以外に先ほども触れましたけれど えー、ヒッチキャリアとかあとはあ屋根の上につける、えー、ルーフキャリアとかあとはまあ,あーカーナビースピーカーまあそういった感じで考えていますそういったカスタムしたところも納車されれば皆さんにご紹介したいと思います 本日もご視聴いただきありがとうございます。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録の方をお願いします。ではまた。